はい、でも皆さん、こんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回なんですけども、大谷選手、二刀流でね、リアタイ使ってみたらやりたいなと思います。ということで、明日ね、ワールドチャレンジャーの大谷選手が登場するんですけども、本日ね、今日の更新のアップデートからね、大谷選手がついに二刀流で使用可能ということで、いやー、僕もね、長らくともう6年ぐらい待ってました。はい、本当にね、この二刀流機能、まあ、特にね、日ハム純正だとね、もう大谷選手二人はね、もう必須なんで、もうずっと楽しみにしてましたね。もう今日ね、リアタイ動画、めっちゃ久しぶりになります。ちなみにね、ランク戦もね、今年まだシルバー1ですね。全くやってないです。久しぶりのね、ランク戦も兼ねてね、やりたいなと思います。ということで、本編、どうぞ。はい、ということでやりたいなと思います。リアタイ動画めっちゃ久しぶりなんでね、めっちゃ緊張します。ちょっと打てるかどうかわかんないんですけど、あとスピリッツがね、2024シリーズ誰一人もいないんでね、結構厳しいですけども、やりたいなと思います。まあ、純正なんでまだ大丈夫かな。オッケー。さあ、1番大谷選手ね、DH。いやー、先頭打者初球ホームラン狙っていきたい。やっちゃった、惜しい！めっちゃ惜しいやん。ちょっとまあ、マジ力みましたわ。集中。あ、ま、うわ、マジか、まあ、これでツーベースって普通にエグすぎでしょ。走塁ばっか早い、ばっかいい。ということで2番稲葉選手ね。ちょ、応援歌つけてないんですよね。ちょ、リアタイやってないんでね。応援歌は最近つけてないんですけども、今後もしかしたらまたつけるかも。ラーララ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 ラ、あ、ちょ、なんだっけ。ララ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 ラ。稲葉。オッケー。さすがにね、シルバーランクですから。まあ、僕もね、なんと言っても一応ね、リボンは9個持ってますし、名人もね、マックス、何か忘れたけど、まあ、打率はね、最高、ね、6割3分ぐらいで、まあ、連勝もね、一応40何連勝かしてるんでね、こんなね、こんなっていうか、まあ、シルバー1では負けれないです。さすがに。打っていくよ、もう強制。まあ、強制しちゃダメなんだけどね。ピッチャー大谷も見たいし、ボールのヒットごめんボール球ヒットごめん。まあ、ただ合法です。はい。さあ、打ちます。4番、近藤選手。5番かな？ちょ、オーダーあんま理解してないんだけど。山田選手なんかマッスラ追加されたんだっけ？意外とね、マイルかも。純正とかだったら全然、マイそうですよね。このね、超ゼロ、特訓ゼロの山田選手とね、この、スピリッツがほぼ一緒ぐらいってやばいっすよね。しかもこっちは純正で全員極みなのに。極みっていうか特訓マックスなのに。普通にやばい。スピの低さがほんと笑える。さあ、打つぞ。大谷にもう一回回したい。まあ、明日ね、ワールドチャレンジャーの大谷選手がね、まあ、登場すると思うんですけどもね。まあ、そちらのね、大谷選手と、まあ、あとワールドスターの大谷選手、まあ、どちらね、片方ワールドスター、片方ワールドチャレンジャーでもね、二刀流機能できますし、まあ、あと今後ね、まだわかりませんけども、ネオ選手とかね、あと現在二刀流の選手誰だ？矢沢選手とかかな。まあ、二刀流ね、他にも大谷選手以外でもね、使えたらめっちゃ熱いかなと思います。現在できるのはまだ大谷選手だけなんでね。もうほんと二刀流ってやばいっすよね。オッケー。全然、弾道上がらんわ。すいません、ほんとに。ちょ、まあ、ランク戦久しぶりだから、ちょっと多めに見てください。はい。まあ、ちょっとずつ慣れていこうかなと思います。まあ、ただね、このね、3日後かな。26日からね、まあ、大谷杯が登場するんでね、まあ、大会に向けてもね、頑張っていかなきゃいけないんですけども、まあ、まだね、未だにオーダーがかなり弱いということで、ちょ、結構ピンチっすね、ほんとに。いや、ちょ、やばいわ。全然打てん。まあ、いいや。まあ、大谷選手ね、しかも、1番王選手じゃん、相手。いいっすね、1番王選手はいかつい。まあ、連発持ってるからね、王選手はやっぱ1番に入れるの結構熱いですよね。いいですよね。ってことで、大谷選手、ワールドスター。一応、スピリッツ解放はしてるんで、4300、200でしたね。はい。まあ、はあります。一応。最低限はね。まあ、この大谷選手ね、やっぱワールドスター、まあ、毎年ね、出てますけども、この大谷選手、なんやかんや言ってやっぱ最強なんすよね。本当に。まあ、もちろんね、サムライバージョンとか、ワールドチャレンジャーも強いと思うんですけども、このワールドスター、やっぱ大会では本当に参ります。まあ、なんと言っても、球速がね、165キロね。まあ、当時日本人、まあ、プロ野球界最速か、165キロ出ますしね。まあ、球種も豊富で、もうスラカット、高速スライダーのね、やっぱ投げ枠が強いんでね。もう大会だったらもう無双できます。僕も2021年からかな、大谷選手ゲットしたんですけど、もうほんとね、もうずっと1番手に入れてますね、大谷選手は。
とりあえず大谷選手を入れとけば打たれないぐらい強いんで、まあ、今回ね、もしワールドチャレンジャー獲得できなくてもね、ワールドスターはありますし、まだわかんないんですけどね、まあ、ワールドスターは毎年登場しているんでね、まあ、大谷選手ワールドスターバージョンもおすすめだよということを伝えていこうかなと思います。ちゃんと3人で抑えました。さあちょっと大谷選手にもう一回回したいですね。なんとしてももう一回、動画回ってるとちょっと緊張するわ。やばい、本当にマジでやってるわ。本当にちょ、中島選手代打、代打誰いたっけ、ハーソン行く某 YouTuber 思い浮かべちゃうけど、ちょフィーバーしたいっすね。本当にハンソンで9番だから、あ、回ってくるか、回ってきますね。代打出ずに、いや、ハンソンね、あの、代表選ばれてなかったっけ、プレミア。違ったっけ。さあ、いい高速進化ね。ハンソンもね、特殊能力だったら強いっすからね、普通に。オッケーオッケー。ちなみに僕、ブンソンじゃ、あの、スティーブンソン選手もね、ちゃんと、超4ぐらいで持ってました、確か。オッケー、ナイス。引っ張ってるけど、そこ。さあ、大谷ね、ちょっとホームラン打ちたいっすね、ほんとに。一発かましたい。飛べ、大谷。集中。一旦集中。OKOKOK。日ハム純正のアーティストってね、まあ、清宮選手もいますけど、もともとはね、大谷選手一人だったんで、ずっと長い期間ね。もうめっちゃ貴重なアーティストだったんです。甘かったけど、それは打つよ。バックスクリーンに。シャー、最高。もうこれはいいんじゃない、もう。これ再生数伸びるんじゃないですか。さあ、稲葉ね。もう一回繋いでいきたい。稲葉選手今二軍監督ですからね、今年 TS でもね登場してたけど、あれ一度セレクションかな、でも登場してたけどね、まあしゃあない。来年もねどうなるかですね。さあ清宮選手、日ハム純正二人目のアーチストですから、この清宮選手がね本当アーチになるまではね、もう大谷選手がピッチャーの時って、その二刀流機能もなかったんでね、どう頑張ったってアーチスト誰もいないっていうね、日ハム純正のほんとかなり悲惨なね、打線だったんですけどもね、この二刀流機能によってね、ピッチャー大谷選手でもね、なんと、清宮選手と、あ、喋ってた、見逃し話しちゃった。清宮選手とね、大谷選手二人ね、アーチスト使えるんでね、いや、ハム純、ピッチャーはもともと強いんでね、かなり熱いかなと思います。ちょっと田中選手入れるか。いや、ほんとね、嬉しいっすね。まあ、他球団もね、やっぱアーチスト多い球団もね、まあ、ジャイアンツとか、オリックスなんてアーチスト余るぐらいいると思いますけどね、まあ、ハム順は貴重なんでね、まあ、コナミさんちょっとほんとね、ハムのアーチスト増やしてほしいのと、まあ、あとはね、レイエス選手がね、もしかしたらアーチなるかもしんないんでね、もうレイエス選手のアーチストにね、期待したいなと思います。まあ、アニバーサリーでもね、登場するんでね、まあ、いきなりアーチで登場可能性いくそうですけどもね。まあ、来年のグランドオープンとか、まあ、なんなら今年からでもいいんですけどもね。期待したいなと思います。さあ、大谷選手、完全試合バレー。あと一人じゃないの？いいよ。ホームランも打って、2安打打って、そして、完全試合で締めたい。よっしゃ二刀流機の8試合でちゃんとホームラン打って抑えれました。シルバー1だけど。いや、最高っす。皆さんもぜひね、二刀流機能使ってみてください。はい、ということでどうだったでしょうか。まあ、ちょっとリアタイね、全然やってなかったんでね、まあ、あんま打ってなかったですけども、まあ、最低限大谷選手で打てたのはね、良かったかなと思います。そしてね、ちゃんと大谷選手でね、抑えることもできましたし、いやもうほんとね、皆さんも、あ、落ちた。アプリ落ちちゃいましたけども、まあ、大谷選手と、そう、背景とかもね、このアップデートをね、してからはね、変わってて、まあ、大谷選手のメイン画像に変わってますからね。マジでいいなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと、プロスペースのフォローもね、してくれたら嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、まあ、さっきもね、動画1本上げたんで、今日多分2本投稿になってると思うんですけどもね、そちらの方も見てくれたら嬉しいです。ということで、ありがとうございました。